はい、どうもやってまいりました。久しぶりにミニ四駆超速グランプリの方やっていきたいと思います。で、久しぶりにね、ガシャ引いていきたいと思います。超速ガシャシリーズ14ということで、こちら、台形ライトウェイト、ローラー用ボールベアリング、またボディでブーメランガンマ、ブラックスペシャルということで、まあ、ローラー用7ミリボールベアリングがちょっと欲しくなっちゃったので引いていきたいと思います。で、今、13,983あるので、10連ガシャは15回引けるということなんですけども、ローラー用7ミリボールベアリングが1回でも出ればもうそこで終了かなと思います。では1回目いきたいと思います。さあ、久しぶりのガシャだね。当たるんかこれは。ゴー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 。あ、やべ、これは外れっぽいぞ。大丈夫か？あ、これはどうだ？やばいか？あ、これはやばいんですか？スキップしよう。怖いから。ボディ。ボディ。あ、ボディじゃないや。シャーシー。まあね、10連で出るとは思ってませんけども。渋いね、さすがに。これはひどいね。全然星に当たらんやん。お、9ミリだって。え、9ミリ出たんだけど。マジ？超当たりじゃん。超ありがたい、9ミリ。さあ、もう一回いこうか、じゃあ。さあ、まあ、30連もやっていこうかね。もう9ミリ出た時点でもう俺いいんだけど。7ミリじゃなくても最悪。全然いい、マジで。ありがてえ。ちょっとスキップしよう、怖いから。うわ、出た。超惜しかった、ブロッケンギガント。これでちょっとブロッケンギガントで走りたいから、早速使っていこう。うわ、マジで嬉しい。カウントアギアもう一個欲しいんだよな。超速ギアも欲しいけど。もう一回9ミリ出てくんないかな。まあ、そしたら十分なんだけどな。これ結構当たるな。ありがたい。これはありがたい。マジっすか。持ってないパ、うわー、かぶるんかい。そこかぶるんかい。まあ、ローラーね。ここで9ミリ出れば当たりだったけどな。いや。いいよ、いいよ。じゃあラスト行こうかね。今んとこ、俺の中で渡り。じゃあこれでラストにしたいと思います。30連。もう9ミリでいいよ、正直。スキップ。てか、星は1回も出なかったな。まあまあ、そういう日もある。頼む、持ってないのならいいよ。ハードシャフト。黄色出たけど、ホイールか。ローラーが欲しかったな。ダメか。出たー。出るんですよ、これ。俺、出ちゃうんですよ。9ミリ、7ミリ引きましたよ。ありがとうございました。30連で見事引くことができました。ありがとうございます。まあ、見事引けたということで、本日の動画は以上になりたいと思います。もしよければチャンネル登録といいねの方よろしくお願いします。ではまた次回、
もよろしくお願いします。噛んじゃいました。すいません。ってことで、またねー。バイバーイ。